こんちゃまいこちゃんです。プレテゆずひこは不快だな。お前がここにおると不快になっちゃうぜ。ということで早速ですが、舞妓ちゃん、はい、サザエさんってご存知ですか？いや知ってますよ、もちろん、はい、そうなんですか、うん、見てましたか？見てましたか？え？そっちの方か。何？いや俺あっちの方かと思ってたわ。何？どっち？あのイルカに乗って洞窟入って、あの遊ぶ方のやつ。イルカに乗って洞窟に入るやつ。何それ？まあ、冗談は置いといてね、皆さんご存知であろう、毎週日曜6時から放送されているアニメサザエさん、今日はね、そんな国民的なアニメにも実は都市伝説があるんで、今日はそれについてご紹介していきたいと思います。するイクラちゃん実は喋れる。はい、バブーンと赤ちゃん語を発する愛されキャライクラちゃん。イクラちゃんの年齢についてははっきりとは分かっていませんが、おそらく2歳ほどだと言われています。視聴者はまだ言葉を話せるようなキャラではないという認識でいるが、なんと一度イクラちゃんは父であるノリスケのことをパパと呼ぶシーンが放送されたらしいんですよ。そしてその回が放送された後日、なんと視聴者から多数の苦情が入ってきたらしく、話せないと思ってたのに残念、いや話せてしまうと可愛がなくなってしまうなどという苦情が寄せられたことから、それ以降イクラちゃんが父のことをパパと呼ぶことはなくなったらしいんですよ。え、イクラちゃん知ってますか？イクラちゃんはもちろん知ってますけれども、はい、あ知ってます、はい、あの可愛いキャラね。はい、そうですね、うん、一応喋れないキャラとしてなんか変えられたらしいんですよね。はいはいはい、なるほどね、うん、でも最近のさ、ちっちゃい子ってさ、うん、なんかめっちゃ喋るくない？いやそれな、確かに。だってこの前もさ、なんかベビーカーの赤ちゃん、多分まだ1歳にもなってない何ヶ月かの子が、今年の都知事選誰に投票するとか言いよったもん。マジ嘘つけ。幻聴ですかそれ？いやマジで言ってました、これは。確かに気持ち悪いな。だとしたら何度も同じストーリーを放送している。1969年の昭和から放送が開始されてから55年が経つサザエさん、人気を維持し続けている歴史の中で、作者である長谷川町子氏が1992年に亡くなってからは新しいストーリーは生まれてくることはありません。すでに原作も終了している中で、ストーリーには限界があると言われています。そこに着目した都市伝説によると、同じ回が時代によって少しずつ変わって放送されているらしいんですよ。内容を少しだけ変えてオチは同じというのがいくらかあるそうなんです。あまり同じのを放送すると手抜きと思われてしまうので、3年以上経ったみんなが忘れた頃合いに再度放送することにしているらしい。まあ、作者がねちょっと亡くなっているということで、新しいストーリーは作れないということで、同じ回をちょっとだけ変えて、で視聴者に飽きられるように、なんか、あ、一応ね、うん、はいはい、全く同じにはしたらね確かに飽きるんで、うん、まあそうだよね。サザエさんマニアの中ではなんか分かるらしい、はい、同じ、あこれちょっと変えちゃおう回やな。あ、そうなんや、サザエさんマニアなんておるんや、あんなアニメに。いや違う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 。なんか失礼じゃない。なんかそういうなんかコアなファンつくようなアニメとは思ってなかったけど、やっぱそんなね、やっぱアニメにもあるんやねファンが。ちょっと失礼かもしれんな、なんか。はいはい。お前な、誰推しサザエさんのことやった？うん、圧倒的にチミコちゃん。誰？チミコ。うん。サザエさんのじゃんけんに勝てる裏技。おいちょっと待って、嘘だろおい。え、あのじゃんけんにも、え、何、勝つ方法がある？絶対に。そう、あるらしいんですよ。マジかよ、俺、うん、今まで100回くらいやって1回も勝ったことねえのに。いやそれは逆にお前が弱すぎるだろ。え、でも確率的にもそんな別におかしくない話では。いや奇跡やろ逆に、じゃんけんで100回連続負けるなんて。アニメサザエさんのエンディング後に毎回恒例のサザエじゃんけんがあることは皆さん知っているでしょう。このじゃんけんに何度も敗北し悔しい思いをした方も多いですよね。誰もがこのコーナーに力を注ぎ勝つことを目標に生きてきたはずだが、実はこのじゃんけんに簡単に勝ててしまうという裏技があるらしいんですよ。それがみんな大好きエンディング曲のサザエさんは愉快だなを歌っているシーンで、一家が煙突のある家に入る際の煙突から出ている煙の形を見ればじゃんけんでサザエさんが何を出すのかがわかるらしいのです。例えば煙突の煙が輪っかの形であればグー、ニョロニョロとした形であればチョキ、何も出ていない場合はパーだそうなんですよ。
やマジかよ。え待って、その方法がマジならさ、うん、今後マジで全員がサザエさんに勝てってしまうってことやろ。そうやね。つまりそれサザエさんずっと負け続けるやん、うん、それかわいそうやんサザエさん。じゃあ俺今後ちょっとサザエさんに寄り添います。いやそれサザエさん腐るね。ですが実はこのじゃんけんの裏技ガセネタで嘘らしいんですよ。過去の放送を見てみても分かる通り、煙突の形でじゃんけんで何が出てくるかは全く決まっておらず、そのガセネタを出した時にちょうど当たってしまったことから広まったらしいんですよ。それにサザエじゃんけんを27年間研究し続け、合計1300回以上戦ってきた男性がいるのですが、その方もこの説を否定しており、そんな方ですら未だ攻略法が分かってないらしいんですよ。もうなんなんガセネタがせっかく勝てると思ったのに。そうですガセネタですね。27年間研究し続けてた男でさえこの説をね否定してるんで。ああ、ね、27年間もう研究するって暇やなお前な。何もっとお前の時間に費やせお前。伝説の最終回みんな海に帰る。サザエさんの最終回なんて想像もできないのですが、一説にはみんな海に帰るということが噂されています。その物語はカツオが商店街の福引きで一等のハワイ旅行を当てたことから始まります。サザエさんファミリーは幸せそうに飛行機に乗り込み、いざハワイへという時にまさかの飛行機が墜落してしまう事故に遭うのです。墜落した先が人食い島という恐ろしい場所で、サザエはここにいたらダメだと思い、家族で木材を集め小さいイカダを作り海に出るが、うまくいかず海に沈んでいくという悲しいストーリーなんですが、沈んだ後のシーンではすでに家族の姿は変わっており、サザエさんは貝のサザエに、波平は海の波に、船は船に、ワカメはワカメに、マスオさん、カツオくん、タラちゃんはそれぞれの魚になってしまったという謎の伝説の最終回があったらしいんですよ。ということでね、まあ、こんなね悲しくもあり不気味な最終回があったらしいんですよ。ちゃんとねそれぞれの名前の通りの生物に書いていくやね。そうやね、うん、じゃあつまり俺は俺の場合はキムタクってことですか。名前の通りのキムタクになるんですかね。田村俊介、佐藤栞里の方か。何したら平野翔かな。いや魔法の解けた平野翔やろ。